はい、皆さんこんにちは。栄養家の小藪です。毎日暑い日が続きますね。本日はワークブックオプションの 6-1 接続詞の1を勉強していきましょう。もう少しですね。しっかり頑張っていきましょう。はい、それではワークブック102ページ、103ページの接続詞の1番見ていきましょう。はい。で、1番ですね。1から5は括弧内に適切な遠い接続詞を入れなさい。この遠い接続詞って、遠いっていうのはこれ、ね。まあ、等しいくらいって書くんですが、対等の関係で結ぶってことね。はい、となりますね。で、6番7番は各句の文がほぼ同じになるように入れていきましょう。はい、1番です。 Why don't we have lunch 99 go to movie together? これはWhy don't we ですかね。何々しませんかって。というね、誘い方ですね。Have lunch ですからね。昼食をとりませんかで、これはあれだね。もちろん、and ですね。and then、それから、go to a movie together? 一緒に映画を見に行きませんかということですね。はい、2番が I'd like a hamburger, please. はい。これはハンバーガーをくださいってことね。いわゆるお店で注文してる感じですね。OK. Is it for here? これは or ですね。これは for here or to go の決まり文句で。店内でお召し上がりですか？To go お持ち帰りですか？ってことね。はい、おわが入ります。3番が The weather forecast says、はい、Weather forecast は天気予報ですね。天気予報はこう言ってます。はい、It will rain、はい。天気予報が雨が降ると言っています。で、I'll take an umbrella with me。傘を持っていきますとかね。ってことは、雨が降ると言っているので、だからという、そうですね。だから傘を持っていきますとかね。はい、そうあります。4番が、I was so tired。とても疲れた。I gave it another try. もう一つのトライですね。ということは、これはもう一回挑戦したところね。もう一回、もう一度。ってことは疲れていたけどもう一回挑戦したってことだから、これはバーッとはね、しかしってことです。はい。で、5番が He is not shy。 これは not とありますね。彼は shy、 恥ずかしがり屋ではなくってことかな。これは not A but B ですかね。A ではなく B ってことだね。はい、ということでバッとあります。彼は恥ずかしがり屋ではなく、まあ quiet、 物静かだってことになります。はい、では6番です。 If you sign up for this course
You will take special classes、このコースをサインアップというのは登録だね。サインアップは登録です。このコースを登録すれば You will take special classes、 特別授業を受けられるってわけですね。はい、そうですね、はい、これはあれですね、命令文の後に and かオアの形ですね。これはですね、命令文プラス and 私とオアの形ですね。これは命令文プラス and はそうすればって形ね。で、or の場合は、さもないと。まあ、そうしないとね。ということになります。はい。ですから、前後関係を考えて入れていきましょう。はい。ですから、最初はこれもちろんね、命令文ですので、動詞の原型ですから、sign up for this course. You will take special classes.特別なクラスを受けますよと。そうすればってことだから、and ですね。これはね。はい、これが入ります。で、7番は、If you don't wear a suit, you will stand out at the party.、ね、スーツを着ないと、パーティーで、スタンダード。スタンダードってのはこれ目立つとこね。ね、パーティーでスーツ着てないと目立ちますよというわけですね。はい。ですから、スーツを着なさいってことだからね。はい、これ動詞の原型ですから、これですね。ウェアがありますね。wear a suit.これはそうしないととかだね。これはオアが入ります。そうしないと、ね、パーティーで目立ちますよとかだね。はい。このようになります。はい。では2番いきましょう。括弧内から適切な接続詞を選び、数え目でましょうと。ただし、それぞれ1回しか使えません。はい。じゃ見ていきましょう。1番が、take a deep breath。はい。take a deep breath ってことは、深い呼吸をするとかですね。いわゆる、深呼吸だね。はい、深呼吸しなさい。You start your speech。スピーチを始める。これはあれだね。Before ですよね。スピーチを始める。前のところだね。はい、なります。スピーチを始める前に深呼吸をしなさいってことだね。はい、次が He appeared。 はい、 appeared は現れたんだね。 We had already started the discussion、ね、これはディスカッションをすでに始めていたんだね。ってことは、現れた時ですよね、これね。これはね。はい。これは when ですね。何々する時にとかだね。あります。はい、3番が、A cat ran out into the street. 猫が通りに、ランアウトですかね。
まあ、飛び出したんだね。アウトは外へとだからね。で、I was riding my bike。 自転車を乗っているんですね。はい、これは was riding って進行形ですね。で、ということは動作が進行してますので、これは while かな。ね、何々している間にってことだね。自転車を乗っている間に猫が一匹ね、通りへ飛び出しましたってことだね。で、4番が The bell rang、 ベルが鳴ったんだね。The teacher started his class、 先生は授業を始めました。もちろんこれは when でも OK だと思うんですけども、もう when は使ってますね。とすると、これはこれですね。 as soon as、 何々するとすぐにってことだね。As soon as the bell rang、 これでベルが鳴るとすぐにってことね、なります。ベルが鳴るやいねや、先生は授業を始めたというわけですね。5番が His English has improved。 Improved はね、これは上達したってことですね。彼の英語は上達しました。He came to the US。 彼がアメリカに来てからってことだな。これはってことは、これは since ですね。来て以来ってことだね。何々して以来、ね、してからということですね。アメリカに来てから英語が上達したというわけですね。第6番が We kept waiting、 これは keep in ね、これで何々し続けた、つまり我々は待ち続けたんだね。Dinner was ready、 夕食の用意ができた。ということは、これはこれですかね、 until だね、できるまでだね。なんとかするまでですね。はい、夕食の用意ができるまで彼、我々は待ち続けましたとこだね。で、次は7番ね。He said, we should perform a play at the school festival. said ですから、言ったんですね。はい、言った内容が、we should perform a play at the school festival。学校祭で演劇をするべきだと言ったんだね。はい、これはもちろん、ざっとですよね。はい、ね。これは、なんとかと、いうことですよね。はい、これはいわゆる格好でいい形に、ね、なります。で、このザットは省略できるザットはね、はい、となります。で、そうすると最後ですけど、 I'm not sure he told us the truth or not。 これは最後の or not から出てるんで、これですね、ウェザーです。これは彼が truth ですからね、真実を言ったか言わなかったかってことですから、ウェザーは何とかかどうかとね。彼が私たちに
真実を言ったかどうかは I'm not sure。 まあ、わからないところね。確信持てないところだね。はい、となりますね。はい、では3番です。日本語に合うように下線部に適切な語句を補いなさい。1番が駅に着いた時に連絡してください。はい、Please let me know。 これで、知らせてくださいってことだね。はい、ってことはこの部分ですね。駅に着いた時にだね。はい、ですから時ですから when ですね。 When you、 はい、で着くですから、まあ arrive at the station とか、まあ到着するはね、arrive at 以外にも、例えば get to the station とか、あと reach の使いね、reach the station とも言いますね。はい、2番は彼がいつ出発するか知らない。はい、これは I don't know、 知らないですからね。彼がいつ出発するかですね。で、いつですからこれも when ですね。 when 彼が he これから出発するので、これは will 入れましょうね。 will で出発するは leave ね。はい、となりますね。はい、こういうふうにいつ出発するかということってことだから名詞なんですよね。名詞節って言うんですかね。はい、その場合は will です、入りますからね。はい、注意してください。3番、家に着く頃には彼らはかなり疲れているだろう。はい、they will be quite tired。 この quite ってね、強調ですね。これかなりというね、なります。ということは家に着く頃にはってことで、ね、これを入れましょう。なんとかする頃にはとか、なんとかする時までにとかだねって考えますから、これは by the time 使いますかね。 by the time で彼らですから they、 家に着くですからね、まあ、get home でいいですかね。この by the time は何々する時までに、何とかする頃にはと、ということですね。はい、4番です。彼女がそこにいたかどうかは重要ではない。It doesn't matter。 はい、これが重要ではないところね、なります。で、これは入れるのはこの分ね、彼女がそこにいたかどうかですね。はい、なんとかかどうかですから、ウェザーですね。ウェザーで彼女ですから、 she いたですから、 was そこにですからね、 there ですね。はい、ございますね。で、まあ後ろに or not もなくても大丈夫ですからね。一応上げておきましょう。はい、もちろんね、なんとかどうかっていうのは、これは if でも OK ですからね。はい、こうなります。はい、では最後に5番ですね。その日は彼だけでなく私も学校を休みました。はい、なんとかだけでなく、なんとかもっていうですね。これはもちろんこれですね。Not only A but also B だよね。 A だけでなく B もって方ね、なります。ですから Not only 彼ですから He だね。で But also
私ですから I。 I ですね。はい。で、この時、absent、これは形容詞ですね。ここに、そうだ、be 動詞が来ます。この be 動詞どうするかですね。not only but also。 さあ、どうするかですけども、これは、動詞は、この a、b とありますね。この動詞は、この後ろの b に一致させます。はい、というルールがありますからね。これは覚えておきましょう。ですから、これは I ですから、はい。カオケですからね。was だね。I was となります。はい、このことはしっかり覚えておきましょうね。Not only he, but also I was absent from school on that day となります。はい、お疲れ様でした。まだまだ。ありますね。できるだけ今週来週頭ぐらいには全部ね回答の方アップしますので、できればお盆前に宿題が終わるように頑張っていきましょうね。はい、それではまた次回お会いしましょう。 See you